どうも、青恋チャンネルです。皆さん、こんにちは、こんばんは。イケボ担当その1、マサルこと井野マサルです。イケボ担当その2、タツこと全財達也です。このチャンネルは僕たちイケボ担当2人と萌え担当つか子による3人ユニットでお送りいたします。ということで、今日は第9回目。おお、9回目。9回目まで来ましたか。ね、来たね。もうあと1回でじゃあ10回だ。そうだね。もう次どんなことになるのか。やばそうだよね、10回目って。まあまあまあ、記念すべきだから。10回目、すごいね。うん、なんか、1年、今年初めてもう10が近づくのかって感じだよね。そうだね。そんな気しないけど、早いですね。ね、早いといえば今日なんですが、はい、今僕たちがその収録している日なんですが、実はクリスマスアフターなんですよ。クリスマスアフター、はい、クリスマスイブ、クリスマス、そしてクリスマスアフター。新しいね、クリスマスの後日談みたいなことなんだ。そう、そうそう、クリスマス後日です。アフターストーリーです、クリスマスの。もうだから年末ですよ、年末。早かったですね、本当。何回も言いますけど早かったね。はい、このチャンネルが始まって早かったね、うん、早かったですね。このチャンネルがあったから加速したくらいまで感じます、ね、僕は。そうだね、うん、この青恋チャンネルがスタートしたのが9月だったのに、はい、もう12月です。そうだ、冬で、ね、冬なんだよ。だって始めた時はさ、じゃあ始めるよって言って冷房切ってたのにさ、そうだ、今暖房切ってるんだよ。うわ、マイクで拾わないように。そうだね、そっか、いや早いね。今僕たちは冷房切ってるんで震えながら収録を行っております。そうだね、白い息が見えるよ、マサルの。本当にね、寒いね、うん、まあまあ全然やってれば温まるから。うん、それにさ、うん、僕たちの初 BL 音声ドラマ再開をね、配信したじゃん、うん、はい。なのにさ、うん、もう次の台本があるんだよ。寒い寒い言ってる場合じゃないんだよ。そうだね、あ、ちょっと温まってくるね。温まってきたらもう心臓がバクバクだよね。本当だね。だからこの今のこの震えは寒さの震えじゃなくて緊張なのかな、うん、いや、どうなんだろう。でもなんか緊張するとさ、うん、こう心臓の鼓動が速くなるじゃん。うん、だから俺的にはさ、汗かいてくるんだよね。ああ、わかる。だから熱くなってくるんだ、緊張すると。うん。でも緊張すると、うん、手足が寒くなるのに汗かくよね。あ、わかる。なんで汗かくんだろうね、寒いのに。人間の神秘です。それが。ね、わかんないよね。こんなに手足冷たいのにどうして汗かくんだろうって。台本が手汗でシワシワになっていくなって。 あるね、あるあるだよね。あるある、声優あるあるなのかも。声優あるあるだと思うな、うん、これは。そう、台本といえば話戻しちゃうけど、うん、台本読んだ、マサル？もちろん読みました。読むよね、そりゃ読みますよ、うん、ね、読んで、あ、今回はこういうお話なんだなって、うん、いやこういうお話なのかってね。そうね、読むだけで楽しいよね、本当に。タツも読んだ、じゃあ読んだ。俺はね、読んだよ、もちろん。あのね、1日ね、うん、3回はマストで読んでるんだ、うん、俺。まあ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 、タツはそのぐらい読むよね。そう、マストで読んで、うん、でプラス何回か読んでるから、うん、もう天文学的数値くらい読んでるかもしれない。俺はちょっとよくわかんないけど、すごい読んでるってことだね。そう。いやでもさ、前回の収録前にさ、うん、あの塚子さんからポーンって台本をもらって、うん、でマサルタツ次これやるからねっていただいたじゃん。ね、ああで、なんだあれだよね、今回もらった台本は、うん、塚子さん曰くなんか再会の時と違って、うん、まあ、BL の入門の入門くらいから、うん、ちょっと進んだ感じって言ってましたね。そうだね、言ってたね。読んでどう思った？俺はね、うん、すごいなんか、あ、これこれこれってちゃんと恋愛してる、これ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 って望んでた、これこれこれって思ったんだけど、うんうん、そうね、そうね、確かに、うん、前回の再会よりもなんか恋愛感情であふれてるっていう感じがすごく多かった気がする、うん、そうだよね、読むだけで持ってかれる。
やだから素晴らしい台本ですね、うん、いや本当でも今回しかもさ主役がね、うん、僕だって言ってくれてたから、うん、俺の役の方に余計ね、うん、感情移入しながら読めたかなって。いやそうなんだよね、俺はさ俺ね演じる役があるんだけど、うん、マサルが演じる役の方に感情移入しちゃったよ。あ確かにあれは読むとすぐ感情移入できる作品になってたなって。そうだね、いや多分皆さん気になってると思うんですけども、そしたらどんな役だったのかっていう説明というかちょっと情報を小出ししていこうかなって思うんですけど、お願いします。やっぱりちょっと緊張で体が震えてきた。あっためて。ですね、まずタツが演じる役が、うん、IT 企業の社長の役で、うおバリバリ仕事ができる人で、うわ僕はその社長の部下の役になります。はい、胸の奥に口には出せない、うん、ある思いがあるんですありそうだね、社長と部下ってさ、ね、部下側からこういろんなこうなんだろう一言じゃ表せない感情がありそうだもんね、うん、あるね。やっぱり上司には言えない言葉ってたくさんあると思うんだよね。そうだね、プラスの思いだったりマイナスの思いだったり、いろ本当いろんな感情がね、うん、僕はこんな気持ちであなたの元で働いているんですよ入り込みすぎてるな。いやでもさ実際さ僕らってその声優として大人になってるから、うん、その社会人経験っていうのがないけどさ、うん、わかるよね、なんか読むと、うんうん、こういう感じかって。そうだね、実際ありそうだしね、うん、ね、うん、すごい想像できるなって。いやそうなんですよね、マサルの役が本当、いや胸がね、キュッ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 って小さくなっちゃったよ。もうさすが台本男子だね。あ、そうだね。そうだね。ね、僕たち台本男子です。決まった？決まった？決まってるといいな。よかった。俺たちの決め台詞なんで。絶対ね、台本男子ですわ。毎回マストで入れていこう。あ、そう。で、うん、僕。マサルの役ばっかりちょっと言っちゃったね。そうだね、ちょっとタツの役をね。そうですね、うん、そうだな、僕が演じるのは新海社長というんですが、うんうん、新海さんって言います。なんて言うんですかね、まあ、すごいスケールが大きくてね、うんうん、カリスマ性がある社長。そうだね、うん、なんですけど、まあ、やっぱスケールが大きいとね、うん、身近にあるものを多分まあ、見落としがちというか、あ、そういうことだよね。確かに。うん、わかるな。うん。でもいい人なんです。間違いなくいい人なんだよね。間違いなくいい人で、もうできる人だよね。かっこいいんだ。かっこいいんだ。かっこいい、ね、そう、かっこいいからこそ、うん、ちょっとねみたいなね。まあ、ちょっと言い過ぎると、うんうんうん、あれなんで。はい。はい。で僕がやられる役が加賀くん、加賀さん、加賀くんでいいのかな。だいたい加賀って言われてるんですけど、そうですね、社長にね。うん、いやまあなんだろうね、できるよねこの人も。いやこの人あっての新海社長って言っても本当に過言じゃない。うんね、本当にいい部下だなって。もういろいろもう先の先まで社長のこと考えてるんだろうなって。そうだね。やってきる秘書だよ、秘書だよね、うんうんうん、なんかもう秘書、スーパー秘書、うん、スーパー秘書でスーパークールなんだけど、うん、まあ、スーパークールだからこそみたいなところだよね、うん、またね、ね、そう、ねね、なんかもう心の内をさ隠してるわけじゃないんだけどね、うん、うん、わざわざ言うことじゃないからっていう、ね、そうだね、まあ、ちょっとそういうすれ違いというかなんというか、うん、あ、そうそういえばね、うんうん、あのね今ちょっといろいろ胸の奥だああだこうだ言ってたんだけど、はい、あのね塚子さんから今回のお話のタイトルを、うん、なんといただいているんですよ。はい、聞きたい、ぜひ。はい、タイトルは、はい、今日王、胸の奥と書いて今日王になります。今日王、はい、はい、立つ意味わかる？今日、うん、俺辞書俺ね調べちゃったよ辞書。うん、今日
聞いたことないもんね、胸王って、うん、俺も聞いたことないから、あれなんて、うん、まあ大体漢字が胸の奥だから大体この意味なんだろうなって思ったけど、やっぱり調べてみたら、うんうん、意味が胸の奥、心の中って意味らしいよ、うん、あーなるほど、うん、胸の中、まあ胸の奥、そっか、文字通りなんだね。そうだね、文字通りの意味でした。でも胸王って読むんだねって思って確かに初めて聞いたな、うん、難しい言葉だね。でもいいね、最初その塚子さんからタイトルこうだよって文字で来たから、うん、なんて読むんだろうそうだねそうそうだね、社長と部下の方が分かりやすいもんね、うん、社長と部下まあ秘めたる思いがっていうのがね、うん、だってもうほんとぴったりだねこのお話に。ぴったりだね、うん、そしてそしてまだまだあるんですよ、なんと、ええなんとなんと今日はこのね、はい、胸王のイメージビジュアルのラフが届いてます。え？本当に本当に今早くない？あの出来たてほやほやだよっていうので塚子さんからもうポンっていきなり送られてきました。本当に今さっきサプライズサプライズだ。そうサプライズサプライズ、本当に今日撮るよって早いなってちょっと前に送られてきてたんですよ、うん、実ははいはい、じゃあちょっと今こちらです、ね、イラストの方を、はいはい、出しちゃいますね先に。こちらです。こちらのイラストなんですけども、あのイラストはイラストレーターの富田智美さんが描いてくれました。いやーかっこいい。いやかっこいいよね、かっこいい、なんかとにかくかっこいい。こんなイラストのキャラクターを僕らでやらせていただきます心臓キュッてなってくるなこれはね。でもですキュッてなったところから熱い炎が灯るようだ、うん、このかっこよさは、うん、いや社長仕事できすぎる見た目してるよね。っていうか2人とも仕事できる感じがあってさ、うん、ちょっとすごいクールな立ち絵だね、うん、立ち絵っていうかね、クールだよね、イラストだね、うん、本当これさかっこいい、目線合ってるじゃん2人とも、うん、絶対この言葉にしなくても伝わってる何かがあるよねこの絵から。あそうだね。しかもさちょっと一番俺言いたいのがさ、うん、後ろの夜景見てよこれ、これ選ばれた人間にしか 見ることができない俺景色だと思うんだよね。そうだね、見たことないもんね、うん、俺たちはここから見たことないし、だって周りのビル低いよ。うーん、これは二人とも仕事ができる証拠だね。そうだね、でスーツだもんね。ね、この景色でこのスーツ、おしゃれなスーツを、うん、スーツかっこいいなこれ。いやね、加賀くんもさこんなおしゃれなスーツ着て、うん、かわいいよねこの柄。そうだね、これちょっとかわいいね、うん、かわいいけど眼差しがすごいクールでさね、うん、でも一番気になるのがさ、うん、社長のこの腕についてるこのなんかリングリングなのか呼び方がわからないわからないよ、ね、おしゃれな人にしか許されていないそうだ、ね、このパーツ、うんうんうん、かっこいいな。筋肉質だろうねね、いや腕太いね腕太いいや腹筋締まってるんだろうな。うんうん、うん、いやそうだね、かっけー、なんかかっこよさに全振りしてもらった、はい、イラストをいただきました。ありがとうございます。気合入りますね、うん、もうこれはかっこよく俺たちも演技しないとね。あ緊張してきたおなじみのおなじみの緊張してきた、喉詰まっちゃった今まあ僕たち2人でねこの今日を頑張りますので、はい、皆様ぜひぜひぜひ楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、青恋チャンネル。もしかしてさ、はい、今日が今年最後の配信？あれ、そっか、そうだ、そうだよね、そうですね、だよね。はあ、青恋チャンネルをスタートしてたくさんの方に動画を見ていただいたりね、うん、はい、コメントをいただいたり、あー本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん応援していただいて本当に嬉しく思っております、はい、ありがとうございます。皆様からね、こううん、本当にいろんなリアクション、まあ、見ていただくってこともそうですし、うん、コメントいただいたりもそうですけど、まあ、イラストいただいたりとか、ね、
や嬉しいな、本当にそのリアクションがあっての我々ですし、うん、励みになります。本当にありがとうございます。ありがとうございます。もっともっとね、うん、いろんなものをこちらからもね、うん、届けていきたいよね、皆様に。本当にいろいろ届けていきたいと思っております、うん、はい。なので、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、ね、来年ね2023年、ね、2023年か、3年も、うん、はい、このね相棒のマサルと、はい、楽しい配信をお届けしていきたいと思っておりますので、何卒何卒よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは、次回動画もよろしくお願いいたします。イケボ担当その1マサルとイケボ担当その2タツでお送りしました。皆様良いお年を。チャンネル登録よろしくね。タツ、はい、来年もよろしくね。よろしく。皆様も来年またお会いしましょう。バイバーイ。